藤本菊を1月12日から1935年1月9日は大日本帝国の海軍造船少将14位、群参等、石川県出身。三段空母時代の赤城と並ぶ長戸。第一煙突が湾曲している。長戸型戦艦の悩みの種であった環境に煙突の肺炎が逆流してしまう問題を煙突を大きく曲げる。 芋虫煙突というアイディアで解決した。斬新な発想の持ち主で、新技術の導入に熱心であった。この長戸型の屈曲煙突は、平が譲るから、戦艦らしくないと批判されるものの、後の日本の巡洋艦建造の参考になったと言われ、日本国民からも親しまれた。最上型重巡洋艦、初春型駆逐艦,艦等を設計。 これらの艦はいずれも高性能であったが、ロンドン海軍軍縮条約によって制約された予定の排水量を大幅にオーバーし、また艦隊の強度面で問題を抱えていた。軍令部の非現実的な性能要求を安易に受け入れ、技術的蓄積の不十分な新技術を用いて目標を達成しようとする姿勢は保守的な設計者である平賀譲るに厳しく指談された。 ともつる事件で、禁慎処分となり、海軍技術研究所への出勤を続けていたが、1935年1月9日、自宅で脳一血で倒れて急性。新聞の不法欄では、我が海軍総選の司法と記された。去年47、同月12日、葬儀が青山西条で海軍葬により執行された。ともつる事件により、 それまでの名声が落ちてしまった感があるものの、その設計思想の柔軟さと、新技術投入を惜しまない姿勢は、保守的な建造形式を重視してきた平賀とは対照的であり、平賀よりも人望はあったとされている。混合旧大艦の設計でも、旧来のイギリス式集中防御にこだわった平賀案に対し、藤本案は、バイタルパートの延長という部分に重点を置き、官邸の被弾による、 ダメージコントロール分野でも藤本の方が研究熱心だったとされている。藤本の死後、平川はそういった藤本案の撤廃をしてしまったが、それが結局は攻撃重視、防御弱体の日本海軍の艦船特有の形となり、ひいては大量損失につながってしまったという意見もある。ありがとうございます。